速稼ぎの久保です。なんとも恐ろしいね、決定がされそうでございます。12月1日の予算委員会じゃないや、なんだっけ、財務省の主計局ですね。こちらの方で、大門議員という方がね、質問されてるんですけども、まあ恐ろしいですよ、これは。はっきり言ってね、低所得者殲滅計画。ある一定の社会の足引っ張りは、もうね、死んでもらって、で、中所得者層とか、そして、上級国民で改めてね、エリート層でこの国をやり直しましょうっていうね、そういうふうな計画がありありと出てますね。財務省の人もね、こういうことよくね、提案できるなと思いましたね。まさに私たちとは考え方が違うんでしょうね。なんかどっかのね、昔話の中で、まあひどい奴隷制度みたいなのがあったりね、それから国の民がひどい扱いを受けていて、それこそね、命を命とも思わないような、そんな支配者層っていうのがいた時代がありましたけども、まさにあれですね。それをね、武力とか暴力でやってこない。もうね、経済でやってくるっていうこの悪質さです。だからね、なんていうんですかね、権力っていうのは、制度化された奴隷じゃない、制度化された盗賊というふうな形を私言いますよ。制度化された盗賊です。だから、決まりの中で、ルールの中で、法律の中で、この上級国民は下級国民の命を、財産を自由にしていいですよって決まりがあるんで、もう抵抗できないですよね、こちらとしてはね。で、そんなことすら思ってしまうような、こうやり取りでございました。今回ね、多くの方が怒りに打ち震えると思いますけども、まあ、動画の方をご覧ください。ちょっとね、全部をやると37分と長いんで、これは一番後につけときます。で、前半の方を凝縮して編集してつなげてますんで、そちらの方だけ見ていただいて、ひどい目に、私たちがね、合わされていること、そしてお勤めの会社もね、ひどい目になってますよ。それをね、ちょっと見ていただきたいと思います。なんかね、大筋はですね、新陳代謝をしようということです。中小企業ってのは生産性が悪いから、もうこの際潰してしまって、あんまりね、補助すると生き延びちゃうじゃないかと。そういう足引っ張りの中小企業はなくなってもいいんだっていうね、そういうふうな財務省の考えです。でも考えてみると、上場企業とか大手企業って、その全てのね、非効率なところを下請けに押し付けて、で、例えばね、発注単価とかを削らして、負債をどんどんね、下請けとか孫請けに押し付けて、利益を確保してるわけなんですよ。そう考えたら、本当に生産性のいい企業っていうのは、中小企業であってね、まとめている元請けとか大企業とか大手っていうのは、実はね、自分たちで内部浄化する仕組みがないんじゃないかと思えるぐらいですけどもね。さあ、じゃあ動画の方をご覧ください。編集してますからね。編集してないやつをご覧になりたい方は、後ろの方をご覧ください。37分の長編になってます。それでは失礼します。大門みきし君。大門です。前回に続いて地域金融の問題を取り上げたいと思います。コロナ禍の下で中小企業を支援するという麻生大臣のお考えを伺いたいと思います。麻生大臣。これは京都だからよくお分かりと思いますけど、血も涙もないのがですね、財務省主計局だと、この資料は何だというのを出てきましたけど、財政審の建議でございます。まあ、よくこんなものをですね、第3波が来ているときに出したなというふうに思いますけど、まあ、その中の中小企業部分なんですが、まあ、要するにすごいこといっぱい書いてまして、中小企業は生産性が低いと、新陳代謝ですね、まあ、潰すとこは潰せって話ですよね。で、コロナ対策の給付金は、まあ、延命になるから打ち切れと、11月25日に出されたという、この25日という日はですね、第3波が来ているということで、大変な事態の時でありましたけれども、よくこんなものをその日に出したなと思いますが、主計局に聞きます。なんでこの第3波直面した11月25日ですね、なぜこんなものを出したんですか。財務省主計局、宇波理事長。お答え申し上げます。資料でご指摘の、この建議でございますけれども、これは令和3年度の予算の、編成にあたって、ご指摘のこの中小企業政策のみならず、制度全般に、政策全般にわたって、財政制度審議
財政制度等審議会でご議論いただき、それを取りまとめて発表したのが11月の25日ということでございます。いやだからこれ審議いただいたんです。これ財務省がペーパー出して最初に出して、それをまあ、有識者のご意見あったと言ったと、大体みんなですね、財務省が出したものにそうだという人ばっかり集めてるようなところですよね。だからこの最初に財務省のストーリーに基づいて出してるわけだけど、とにかくなぜ11月25日の第3波が来て、もう中小事業者の方々ですね、また閉店時代に追い込まれるのかというような時に出したということは、あれですか、そうするとこれはこの第3波で大変な事態になろうと、この中身を、貫徹すべきだということで出したんですか。宇奈美次長。財政制度と審議会からいただいた建議、資料に記載されている通りでございますので、改めて繰り返しませんが、このご提言も踏まえつつ、政府全体といたしましては、感染状況、あるいは経済の動向を見ながら、ご指摘のあった持続化給付金を含めて、中小企業支援全般の在り方について、関係省庁と議論をし、今、総理の指示に基づいて、経済対策を策定中でございますけれども、それの取りまとめに当たっていきたいというふうに考えてございます。大門美樹君。そしたら上の方のね、財務省が出した、これ財務省が作った文書ですからね、財政審の先生方のあれじゃないですからね、この意味どういう意味ですか。中小企業の新陳代謝、中小企業の新陳代謝ってどういう意味ですか。ご指摘 のところでありますけど、8ページでありますので、おそらくご指摘の抜粋されたところはこの箇所でありますけれども、中小企業 のこれまでの例えば生産性 の例えば大企業との比較をさせていただいたり、あるいはその中小企業の今置かれている現状をさまざま私どもので分析させていただいた上で、今後要するに例えば新しく事業展開をする中小企業ですとか、あるいは生産性向上を図る中小企業を増やしていく必要性があるということで申し上げたかというふうに思います。大門美樹君。こんなぐらいちゃんと答えてくれますと困るんですよね。要するに潰れるところは潰れて新しい企業は生まれるというようなことだと思うんですけれど、これをわざわざこの一般的にね、市場経済競争の中でおのずと淘汰は起きてるわけです。わざわざコロナの時に新陳代謝を促すと、しかも支援の長期化が新陳代謝を阻害すると。支援の長期化ってあってですね、政府もコロナだから支援をしているわけですね。コロナが長期化すれば政府の支援も長期化するのは当たり前なんですよね。それともこれはあれですか、コロナが長期化しても政府の支援を打ち切れということですか。打ち切ってそこで潰れるところは潰せば新陳代謝が進むと、そういうふうにしか読み取れないんですが、そういうことですか。宇奈美次長。この資料でこのまず資料でございますけれど、審議会に提出した資料は審議会においてご議論いただくために事務方として一つの問題提起考え方を示したものでございます。でその前提で申し上げますと、この資料にも記載してございますように、緊急事態におけるその中小企業の事業の継続を支援するという意味で、この持続化給付金あるいは資金繰り支援について疑義を認めた上で、こうした支援が長期化すると中小企業の新陳代謝を著しく阻害する恐れがあるという、こういう一般論を申し上げた上で、今般ですね、感染拡大防止と社会経済活動の両立を進めるというこういう環境の中で、今後支援するにあたって、ここに書いてある通りでありますけれども、ウィズコロナポストコロナ社会の新たな日常に対応するための前向きな取り組みに対する支援の意向を検討すべきではないかという一つの問題提起をさせていただいたということでございます。商工会議所中小企業団体などからですね、この権限については中小企業の部分ですね、大変不満というか疑問や怒りの声が上がっておりますね。
中小企業の実情分かってないと、上から目線だということだけではなくて、先週京都でお会いした商工会議所の役員をされている中小の給付金についてはもとも予定通り収束すべきだと、給付金の期限ずるずる先延べしたら、本来は新陳代謝が促される機会が奪われてしまうと、まあ、要するに助けなくていいところまで助けてるんだみたいなね、こととか、まあ、要するにゾンビ企業がいっぱいいるようなね、まあ、なんと言いますかね、こんなことをこういう時に言えるのかと、どんな人間の集まりなのかというふうに大変憤りを感じるわけでありますけれども、まあ、ちょっと大変問題のある県議だと、まあ、今までいろんな県議がありまして、立場の違うでね、社会保障とかですね、考え方の違うものはありましたけれど、この与野党問わずですね、今政府を挙げて現場の人たちを救おうというときに、救わなくていいみたいなね、そんなことやると、新陳代謝を阻害するんだみたいなこと、よくまあこんなものが出せたんだな、出せたなというふうに、思います。大門美希志君。大門です。前回に続いて地域金融の問題を取り上げたいと思います。コロナ禍の下で中小企業を支援するという点では地域金融の役割が大変重要でございます。前回は日銀報告の時は地銀の問題を取り上げましたけれども、果たすべき役割を取り上げましたが、今日は信用金庫、信用組合、信金審査について取り上げたいというふうに思います。信金も再編、合併、統合を促す対象にはなっておりますけれども、そういう議論の前にですね、地域金融論として改めて信金審査の役割を考えるべきではないかと、話はそれからではないかというふうに思います。で、信金審査はこのコロナ禍の中で自らもですね、自分もリスクを取りながら地域の小規模企業、中小業者を支えてきております。で、まあ、私の感覚できますと、地銀というのはどこか地域の小規模企業には冷たいところがありますけれど、まあ、前回取り上げた鳥取銀行もそうなんですが、東日本大震災の時もですね、被災地であっても地銀の対応というのは、まあ、本店が内陸部にあったということもあるかも分かりませんが、どこかこの被災地の中小事業者に対してはちょっと一言冷たい対応がありまして、その点沿岸部の信金というのは自らも被災して大変な打撃を受けながら必死で借り手を支えたと、それは金融庁がですね、大変一生懸命被災地の信金申請を支えたということもよく覚えております。で、今このコロナ禍の下で特に信金申請はですね、取引先が飲食関係や、宿泊関係が比率が多いんですよね。ですから観光産業、地域の観光産業がダメになりますと地域経済に大きな打撃になるんですが、それを必死で支えているのが具体的に言うと信金申請ではないかというふうに、この間のことでもそう思います。で、私が訪問した京都の信用金庫、京都信金なんですけども、ここはもともと頑張ってきてましたが、コロナ禍の下でも中小向けのいろんな支援を打ち出してきましたが、特にすごいと思ったのはですね、今年の1月以降に起業した創業した事業者に、支援する金融商品を作りました。上限1000万で2年間無利子というやつですね。で、これはなぜかというと、この間のコロナ対策というのは過去の実績から売り上げが落ち込んだとか、そういう前年実績とかですね、そういうものを示す必要がいろいろあるわけなんですけども、今年創業した企業はそれは活用しにくいわけであります。そういうところにも応えた制度ということで、まあ、政府の手の届かないところにまでですね、信金が一生懸命自分で考えて手を打っている例だというふうに思います。まあ、こういうことができるのは地域に密着した信金だというふうに思うわけですけれども、まず金融庁参考人栗田さんに聞きますけど、まあ、コロナ禍においてですね、頑張る小企業を中小事業者を支えるために、今現在信金審査がですね、大変重要な役割を果
果たしていると思いますが、金融庁の認識はいかがでしょうか。金融庁栗田監督局長。お答え申し上げます。まさに地域経済の状況は様々でございますけれども、人口減少や経済規模の縮小といった厳しい環境に直面し、生産性向上ですとか経営改善、事業再生等が必要な中小零細企業が多数存在しているというふうに認識しております。信用金庫信用組合におかれましては、こうした企業の真の経営課題を把握して、その解決のために必要なアドバイス、あるいは適切なファイナンスを提供すると、そういう役割を通じまして、地域企業の経営改善、生産性向上、ひいては地域経済の活性化にすると、さらにそのことは金融機関自身にとっても安定した顧客基盤の確保につながるということだと考えておりまして、そういう観点から今委員ご指摘のとおり、信用金庫、信用組合の役割は非常に重要であるというふうに考えております。大門美樹君。で、そうは言ってもコロナ禍の中で先が見通せない中ですね、そういう非常に小さい規模の会社とか中小事業者を支えるということは、これは当然真剣審査もリスクを抱えると、リスクを伴うことであります。にもかかわらず真剣審査は支え続けているのは、なぜかと、ここが一番地域金融を考える上で大事なことだと思いますが、資料をお配りをいたしまして、週刊東洋経済の記事でございますが、2つの信金信創の会長さん、理事長さんが、それぞれのポリシーですね、今言ったようなリスクを伴っても支える理由をおっしゃっております。東京第一勧業信用組合、第一勧信といいますが、その会長さんは、例えばですね、浅草の料亭は一つも潰さないと、芸者衆も全員守ると、つまり水商売の個人事業主となりますと、銀行が融資を渋るわけですね。しかし、この第一関心は、その芸者さんたちにですね、低利で貸し出す芸者さんローンというのを商品化して、これはコロナ禍で料亭が休業して、店を閉めて、芸者さんたちの収入が途絶えてしまったと、それに対して、そういう時代に対して、芸者さんたちに50万円から100万円の融資を行うということで、大変喜ばれているわけでございます。麻生大臣もよくご存じかもしれませんが、芸者さんというのは義理がたいんですよね。こういう時に一生懸命支えると、後でお客さんをですね、中小企業のお客さんを紹介してくれるというようなことになって、持ちつ持たれずといいますかね、こういう地域の絆、誰も見捨てない、そういうところがですね、この信用組合の、ずっと長いポリシーであって、それがずっと経営も支えてくれているということを、この、会長さんはおっしゃっているわけであります。で、さらに名言を言われておりますが、利益よりも地域経済や文化を守ることに力を注ぐと。融資が焦げつくリスクとどう向き合っていくのかですね、お客さんは U、あなたではなく We だと、私たちだと、彼らを助けなければ僕らが倒れてしまうというふうな、そういうところにこう新組のですね、生きる道があるんだということで、それで経営もまたですね、維持されているということだと思います。で、2つ目の城南信金も、損得よりも遅延や人の縁を重んじるコミュニティバンクだと、特に城南信金で有名ですけど、町工場が多いんですよね。で、彼らを助ける仕組みを作ることを大事にしてきたということで、しかも城南信金はですね、この間で言いますと、コロナ禍で売り上げが落ちた町工場の仕事確保、受注にをこう、なんていうか、マッチングといいますか、商談会を開催して、大田区とか品川区の町工場と一部上場の企業とこう仕事をですね、合わせて受注を生み出すと、商談を成立させるということもやってきております。これが城南信金のやり方ということで、特に地元の商店飲食店大変ですから、その本業支援にも力を注いでいるということでございます。で、これは都市部だからできるということではありませんで、
この私尋ねましたが、京都北部で、山間部とか海の方に近い方で、京都市内とは違うんですけども、北斗新金という信用組が、信用金庫がありますが、そこも地域密着型で大変検討しております。で、ここは麻生大臣にお聞きいたしますけれど、どんな大変な状況でもですね、この第一関心言われるように、私たち、ウィという立場ですね、徹底的に借りて顧客に寄り添うと、そのことを抜きに、信金申請の未来はないんだということが、この理想論じゃなくって、なんか建前とか理想論じゃなくて、それが信金申請の現実論なんですよね。で、経営基盤の強化というならばですね、効率化とか経費削減とか合併統合という、数字の目先の数字を追うんだけじゃなくって、それはそれで必要な時もありますが、まずこういうですね、地域でのネットワーク、地域での絆、こういうところをの積み重ねこそですね、本当の中長期的なですね、地域金融機関の経営基盤の強化につながると、これが本筋じゃないかと思うんですが、麻生大臣のお考えを伺いたいと思います。麻生大臣。これは京都だからよくお分かりと思いますけど、京都は銀行ないですもんね。京都は信用金庫が一番でかいんですから、京都銀行よりは京都信用金庫の方がでかいでしょうか、実質問題として。それはもう大きさから言えば間違いなくでかいとこですから、そういった意味ではこれ言ったことにやってんですよ、この会社は、この会社って、この信用金庫は。私はそれはもう間違いなくおっしゃる通りなんで、長い歴史の間に積み重ねられた信用とか人脈とかいうものが、この新田さんのこの京都信用金庫の場合、生きてる最たる例の一つだと思いますけれども、ここは他にもいろいろ例がありますけれども、ここにおいては明らかに他校がなかなかこの京都には入れないっていうのは事実、チッとしたものが出来上がっている。そしてこの中には京都からは京都セラミックに始まり、佐川急便しかり、大きなワークオールしかり、大きな会社がいっぱいこの京都から育ってきているというのも、世界一っていうのはこの中にいっぱいありますんで、村田工業しかりでしょうけど、いろんなものがこの京都には出てきてますんで、こういった銀行が最初はみんな助けてくれたな、こういうところからスタートしておられますんで、今でもきちんとそういった大会社になった後も京都の取引は継続しておられるという例を見ても、そういう人間関係がきちんと出来上がっている最たる例はここだと思っている。大門三木君。基本的にはこれは地銀も同じでございましてですね、前回も議論いたしました、地銀の現状が大変なのはもうその通りなんですね。で、なぜ地銀の経営基盤が弱体化したかというと、結論先に言いますと、もうやることなくて全て中途半端だったんじゃないかというふうに思うんですね。で、大きな流れとしてはやっぱり産業の空洞化というのがあって、地域産業が崩壊すると。大体地銀というのは地域産業、地域業界をずっと支えてきたわけですが、地域産業崩壊するから企業もなくなって、中堅どころがなくなってということがこうあったと。で、もう一つは指摘されているように、超低金利がですね、長く続いたということだと思うんですが、じゃあどうするかというときに、地銀は大変中途半端なことしかやってこなかったんではないかと。一つはその地域密着型にですね、よりきめ細かい地域密着型に転化することも中途半端でできずに来て、で、なおかつ海外のですね、証券投資とか、そういうものにこう一時ね、こうかなり偏ってリーマンショックで大損するとかですね、なんて言いますかね、メガバンクの真似をするのも中途半端、信金の後を追うのも中途半端、こういうところはですね、今の地銀の中経営基盤といいますかね、こうアイデンティティを失っていうようなものになってきたんではないかというふうに思うわけでありまして、今一度やっぱり地銀の地域密着戦略をですね、本当に組み立て直さないと、ただ合併して統合してもまたメガバンクにはなれない、
密着型にもなれないと同じことを繰り返すんではないかと思うんですけどね、まあ、そういう点でこの新金が今頑張っていることにですね、同じことはできないと思いますが、地銀も学ぶべきだというふうに思います。で、資料の2枚目ですけども、この点では金融庁がですね、しっかりした方向を示されております。この資料は大変いいなと思って発見したんですけど、金融庁の銀行第二課の協同組合金融室長の和田義孝さんですね、若い方ですけど素晴らしいことをおっしゃっております。で、まあ、合併統合という前にですね、改めて地域金融機関の原点に帰れと、そこにこそ活路があるというふうな、そういう話だというふうに思いますけれども、まずコロナへの対応の仕方なんですが、全く意気投合するんですけど、まずは足元で続く中小零細企業の資金繰りを支えていくフェーズ、まずは目の前の中小企業、零細業者を助けると、それがクリアできた段階で、経営改善、事業再生を取引先とともに行うと。これ大変な大事なことでありまして、まず支援、救済して、その後経営改善、事業再生だということだというふうに思います。で、まあ、その今を乗り越えた後ですね、自主的な判断で、合併とか統合はあり得ると思いますけれど、その際は、まあ、地域貢献というのは最優先してもらわなきゃいけませんが、まずは乗り越えると、それから経営改善、事業再生だということと、で、金融庁として5月27日に金融機関に要請を出されました。これはこの委員会で私取り上げさせてもらったことあるかと思いますが、大変素晴らしいことだと思っております。要するにコロナの前にですね、正常先というふうに金融機関が認識していたところに関しては、このコロナが収束した後ですね、経営状況が改善する改善性が高い、あるいは経済対策の効果が出ると、そういうことを考えると、感染拡大前と同一の評価をすると、そのことを、そう判断した場合、金融機関の判断を金融庁としては尊重しますよと。要するに、コロナ前に大丈夫だったところは、コロナ後も簡単に要注意とかですね、債権しないで、いいですよというふうな、これはなかなか素晴らしい判断をされたというふうに思います。で、確認ですけど、栗田局長に聞きますが、今やっぱり目の前で頑張っているですね、事業者を支援すると、この5月27日の要請含め、私は正しい認識だと思っておりますが、特に第3波が襲来しているというときでございますので、引き続きですね、このことを忘れないで取り組みを進めてほしいと思いますが、確認の上で一言お願いいたします。栗田局長。お答え申し上げます。これはかねがね申し上げてきたことではありますけれども、コロナ対応につきましては、まず企業の資金繰りを支えるということで、倒れなくてもいい企業は倒さないということで、まず資金繰りをきちんとつけると、その上で将来の見通しが立ってきた段階で、必要に応じて経営改善、事業再生、あるいは事業転換などに取り組んでいただくための支援をするということが、金融機関の基本的な役割だというふうに考えています。その中で資金繰り支援といたしましては、制度融資も当然重要でございますけれども、民間金融機関のプロパー融資の役割も重要であるということでございまして、そのプロパー融資については、金融機関がきちんと事業者に対して資金を出せるようにするという観点も踏まえまして、今、委員ご指摘のように、新型コロナの感染拡大以前に正常先と認識していたけれども、感染拡大後に経営状況が悪化した事業者については、収束後には経営状況が回復する蓋然性が高いと、それから経済対策の効果も勘案できるということで、引き続き同一の評価とすることについて、金融機関の判断を尊重するということを申し上げたということでございます。大門美希史君。この和田さんのインタビュー、ほかにもいろいろ素晴らしいこと書いてあります、一個一個聞きたいぐらいですけど、言われている中の一つ、二つ申し上げます、紹介しますと、余震管理。提案力こそ新金融庁の強みだと、それで心配される信用リスク拡大の懸念にもですね、
その余震管理をしていく、ちゃんとその事業を面倒見ていく、会社を面倒見ていく、提案をすることこそ、その信用リスクに対するですね、最も有効な対策だということをおっしゃっておりますし、何より共同組織、これは私は地銀にも通じると思うんですけれど、本来は自らのですね、営業地域から逃れることはできないと、地域で生きていくんだと、地域で運命共同体なんだということでありまして、地銀がボンボンね、統合して、店舗の統廃合してね、地域から去っていくということそのものがですね、もう地銀そのもののアイデンティティを失わしていくという点も見ておく必要があるかというふうに思います。で、取引先の生産性向上、経営改善を金融機関として同時にしっかり支援していくということが大事だということでございます。で、麻生大臣にこの新金融思想問題でのもう一言いただけますたいと思いますが、要するにこういう新金、先ほど地域金融のあり方についてお聞きしましたが、金融庁としてですね、こういう地域密着型の経営に取り組む新金融思想をですね、やっぱりサポート支援、強めていってほしいと思いますが、一言いただければと思います。麻生大臣。この足元のこのコロナ対策というような対応っていうのは、これまでのなんていうのかな、金融機関の取り組みのいわゆる進化が問われているんだと僕たちにはそう見えるんだ。で、いろんな意味で企業との今の余震の話が出てましたけど、最も大事なところなんですけども、こういったことをきちんとやっている担当者が、まあ新金審査の場合あまり人事異動がないものですから、そこにずっといてそれ見てくれるというところもあるんですが、中小零細業者に対する金融業の担い手っていう立場にある人たちなんですけれども、いわゆるまずこの何でしたっけ、この人の2ページ目でしたっけ、和田さんか、この人が言ってるように、まずは資金繰り対策はしっかりやる、それが一番。その上でまずは倒れませんから、資金繰りさえつきゃ、いわゆるストックの話じゃなくてフローの話ですから、これはだからフローがきちんとしてればまずは倒れんと、その上できちんとやっていくということをやらねばいかんということが書いてあるんですけれども、その上でやった上で、まあいろいろ情報もあるから、こういった会社と組んだらどうかとか、こういったところで新しい分野があるからこっちにちょっと手出してみたらどうかと、木に竹継ぐみたいな話じゃなくて、きちんとそういったものをやっていくっていうような細かなことを取り組んでいくというのが大事なんだと思ってるんですけれども、いずれにしてもそういった地域におけるのに、ね、地面に足がついてるというか、そういった支援体制の実効性っていうのがしっかり取り組んでいくというところが、この一番面白いところ、一番存在価値のあるところで、信用金庫じゃありませんけど、信用組合で、広島信用組合になってるのがありますけれども、まあユニークな理事長であることは認めるけれども、少なくとも各社ずっとマネーサプライ減らしてるときに、この信用組合だけはずっとマネーサプライ増やし続けましたもんね。大したもんだと思いましたよ、あの時。僕はそういった小さなところがありますんで、やっぱり小さなところでもずっと貸して、とにかく資金繰りの話が来たらまず3日で返事しろというようなこともきちんとしてますよ。まあ、この人の下でだけは働いちゃいかんなと思いましたけども、あんな働かされちゃかなわんなと思いながら話は聞いてたんですけども、時々年に何回かこの人に会うようにしてるんですけども、いずれもそういったような地場に足がついてるっていう人たちは、よう現場に行ってますよ。そういった人たちの話を聞いてると、私どもとしては、信用金融組合とか信用金庫とか、大日銀とか、地元に足がついた、現場によく行ってる、そういった人たちの話をよく総合していくという方が確実だなと思っていますので、市民になってそれを世話してくれるっていう人間関係もそこで出来上がってるのは、やっぱり転勤がない、そういったものもあるんだとは思いますけれども、
ぜひそういったようなところが一番肝心なところなんで、日本の中で中小企業というものがこれだけ永遠と やれてきて、しかも多くの企業が200年以上続いている企業っていうのは、世界中のうち世界中200年以上続いている企業の半分以上が日本に集中しているという事実も我々としては参考にしておかねばならん大事なところだと思っております。大門美樹君。はい、ありがとうございます。最後の3枚の資料なんですけど、資料3なんですけど、まあ、こういう血の通ったですね、金融庁の姿勢に比べて血も涙もないのがですね、財務省主計局だと、この資料は何だというのを出てきましたけど、財政審の建議でございます。10月26日に財務省主計局が、財政審の歳出改革部会に、ペーパーを出して、それに基づいて出てきたのが11月25日の建議でありますけれど、まあよくこんなものをですね、第3波が来ているときに出したなというふうに思いますけど、その中の中小企業部分なんですが、まあ、要するにすごいこといっぱい書いてまして、中小企業は生産性が低いと、新陳代謝ですね、潰すとこは潰せって話ですよね。でコロナ対策の給付金は、延命になるから打ち切れと、11月25日に出されたという、この25日という日はですね、第3波が来ているということで、大変な事態の時でありましたけれども、よくこんなものをその日に出したなと思いますが、主計局に聞きます。このなんでこの第3波直面した11月25日ですね、なぜこんなものを出したんですか。財務省主計局、宇波美樹長。お答え申し上げます。資料でご指摘 のこの建議でございますけれども、これは令和3年度の予算 の編成にあたって、ご指摘のこの中小企業政策のみならず、制度全般に、政策全般にわたって、財政制度等審議会でご議論いただき、それを取りまとめて、発表したのが11月25日ということでございます。大門美樹君。いやだからこれ審議いただいたと、これ財務省がペーパー出して最初に出して、それを有識者のご意見あったと言ったと、大体みんなですね、財務省が出したもんにそうだという人ばっかり集めてるようなところですよね。だからこの最初に財務省のストーリーに基づいて出してるわけだけど、とにかくなぜ11月25日の第3波が来て、もう中小事業者の方々ですね、また閉店、時短に追い込まれるのかというような時に出したということは、あれですか、そうすると、これはこの第3波で大変な事態になろうと、この中身を、貫徹すべきだということで出したんですか。宇波美樹長。財政制度等審議会からいただいた建議、資料に記載されている通りでございますので、改めて繰り返しませんが、このご提言も踏まえつつ、政府全体といたしましては、感染状況、あるいは経済の動向を見ながら、ご指摘のあった持続化給付金を含めて、中小企業支援全般の在り方について、関係省庁と議論をし、今、総理の指示に基づいて、経済対策を策定中でございますけれども、それの取りまとめに当たっていきたいというふうに考えてございます。大門美樹君。そしたら上の方のね、財務省が出した、これ財務省が作った文書ですからね、財政審の先生方のあれじゃないですからね、この意味どういう意味ですか。中小企業の新陳代謝、中小企業の新陳代謝ってどういう意味ですか。宇波美樹長。ご指摘 のところでありますけど、8ページでありますので、
おそらくご指摘の抜粋されたところはこの箇所でありますけれども、中小企業 のこれまでの例えば生産性 の多分大企業との比較をさせていただいたり、あるいはその中小企業の今置かれている現状をさまざま私どもので分析させていただいた上で、今後、要するに例えば新しく事業展開をする中小企業ですとか、あるいは生産性向上に図る中小企業を増やしていく必要性があるということで申し上げたかというふうに思います。大門美樹君。こんなぐらいちゃんと答えてくれますとこもあるんですよね。要するに潰れるところは潰れて新しい企業は生まれるというようなことだと思うんですけれど、これをわざわざこの一般的にね、市場経済競争の中でおのずと淘汰は起きてるわけです。わざわざコロナの時に新陳代謝を促すと、しかも支援の長期化が新陳代謝を阻害すると、支援の長期化ってあってですね、政府もコロナだから支援をしているわけですね。コロナが長期化すれば政府の支援も長期化するのは当たり前なんですよね。それともこれはあれですか、コロナが長期化しても政府の支援を打ち切るということですか。打ち切ってそこで潰れるところは潰せば新陳代謝が進むと、そういうふうにしか読み取れないんですか。そういうことですか。宇波次長。この資料でこのまず資料でございますけれど、審議会に提出した資料は審議会においてご議論いただくために事務方として一つの問題提起考え方を示したものでございます。でその前提で申し上げますと、この資料にも記載してございますように、緊急事態におけるその中小企業の事業の継続を支援するという意味でこの持続化給付金あるいは資金繰り支援について疑義を認めた上で、こうした支援が長期化すると中小企業の新陳代謝を著しく阻害する恐れがあるという、こういう一般論を申し上げた上で、今般ですね、感染拡大防止と社会経済活動の両立を進めるというこういう環境の中で、今後支援するにあたって、ここに書いてあるとおりでありますけれども、ウィズコロナポストコロナ社会の新たな日常に対応するための前向きな取り組みに対する支援の意向を検討すべきではないかという一つの問題提起をさせていただいたということでございます。大門美樹君。これは商工会議所中小企業団体などからですね、この権限については、中小企業の部分ですね、大変不満というか疑問や怒りの声が上がっておりますね。中小企業の実情分かってないと、上から目線だということだけではなくて、先週京都でお会いした商工会議所の役員をされている中小企業の社長さん、こんなことをおっしゃってましたけど、今回の権限というのは竹中平蔵さん、アトキンソンさんなんかのですね、新自由主義の学者とか経済評論家の考えに補助金お金を削りたい財務省主計局が乗っかったたちの悪い作文だというふうに、大変現場の会社経営している方まで見抜くようなね、あからさまといいますかね、ひどい現場の今頑張っている人たちの何だと思っているのかというようなものをわざわざ25日に出されたわけですね。で大体この最初の歳出改革部会で議論された土井先生とかも含めて、委員の方もすごいことをおっしゃってますよね。給付金についてはもとも予定通り収束すべきだと、給付金の期限ずるずる先延べしたら、本来は新陳代謝が促される機会が奪われてしまうと、要するに助けなくていいところまで助けてるんだみたいなね、こととか、要するにゾンビ企業がいっぱいいるようなね、なんと言いますかね、こんなことをこういう時に言えるのかと、どんな人間の集まりなのかというふうに大変憤りを感じるわけでありますけれども、ちょっと大変問題のある権威だと、今までいろんな権威がありまして立場の違うでね、社会保障とかですね、考え方の違うものはありましたけれど、この与野党問わずですね、今政府を挙げて現場の人たちを救おうという時に救わなくていいみたいなね、そんなことやると、新陳代謝を阻害するんだみたいなこと、よくこんなものが出せたんだな、出せたなというふうに、思います。その前提になるのはですね、この財政審の方に、
出てきますけれど、要するに中小企業論ですね、これはアトキンソンさんのところもおっしゃってますけど、規模が大きくなればスケールメリットが出ますから、労働生産性が高くなるのは当たり前のことでございます。当たり前のことです。で、労働生産性は大企業に劣るかもしれませんけど、中小企業事業者の中にはですね、そもそもスケールメリットなんか目指していない事業者いっぱいいるわけですね。むしろ小スケールだからこそ機動性がある、あるいは技能技術を発揮できる、顧客のニーズにも合うと、きめ細かいサービスができるということで、そういう事業所がたくさんあって日本経済というのは持っているわけだというふうに思うわけですね。ですから労働生産だけで、経済社会をすべて語ることそのもの自体がおかしいと思うんですけれども、そういうものに基づいてこういうストーリーが描かれているということだというふうに思います。麻生大臣にお聞きいたしますけれど、まあ今こういう状況でありまして、金融庁の先ほどの話はありませんけど、まず頑張ってるところを支援して、経営改善とかいろんなことはその後だと、まずそういうことがあるというふうに思いますし、今この経済とは多様性ですから、一本の物差しで測ってですね、もう新陳代謝すべき企業なんだというような言い方することをすることそのものがですね、おかしいと思いますし、特に第3波の渦中でございますから、これは自己責任ではありません。コロナなんですから、政治は中小企業を支援するということが先決だと思います。これはもう与野党問わずでありまして、こんな潰れるところは潰れるみたいな言い方は政治家が言うことではないというふうに思いますが、大臣はいかがお考えでしょうか。麻生大臣。今先生言われましたように、我々として今コロナという一種の感染症によって世界的な影響を受け、そういった状況の中で我々としてはこれまでうまくいってきた、それなりにはこの7、8年間うまくやってきて、上昇気に乗り脱、そうですね、デフレーションっていうようなものからも少しずつ脱却してある途中で、このコロナということになりましたんで、私どもはこれは明らかに異常事態が発生しておりますんで、そういったのに対しては対応すると。リーマンショックの時も担当でたまたまおりましたけれども、あの時に比べて倒産件数は圧倒的に少ない、はっきりしております。そういった意味ではきちんとした対応はこれまでやってきていると、そう思っておりますんで、私どもはいろんな意味で厳しい状況の中で生き残っていくということに関して、できるだけの支援をさせていただきたいと思っております。